なのかと、確かめにですね、来られると思います。それでは今日はですね、盛岡から私レポーター立柳がですね、YouTube に投稿して Facebook の方にもご覧になっていただいております。ではどうもありがとうございました。ではもう一度ですね、この桜百選の地、高松公園ですね、はい、ここともう一つ有名なところですね、この看板なんですよ。看板がですね、これ何かと申しますと、三部義士伝っていうね、浅田二郎さんが小説書いて、その中歴史小説だったんですけども、南部盛岡藩士ですね、吉村勘太郎、勘一郎さんが家族のために新選組に入隊して愛と義を貫いた感動の作品で、平成14年15年と相次いでテレビ化、そして映画化され人気となりましたということで、こちらの方でね、ロケが行われたんですよ。だからここは昔ですね、高松の池とは言わないで上田堤と言ったんですね。それでこれは盛岡の治水のためにね、江戸時代初期に構築された堤ですよということで、とにかくここにね、こういう名所もありますので、盛岡にね、いらしてください。特に全国支援プログラムですね、これを利用して来られれば、また盛岡の方はその特典のですね、受けられる人数がですね、まだ締め切りになっておりませんので、かなり格安にですね、盛岡が旅行できると思っております。では盛岡の新幹線はですね、東京から2時間10分で来れますので、もう日帰りっていうのも可能ですけれども、まあ1泊ぐらいしてですね、全国支援、そのプログラムの、特典を生かしてですね、こちらに来ていただければ、最高だと思います。でどうもありがとうございました。